プレミアム会員限定コーナー。はい、引き続きましてデュラングレイさんからギターのカオルさん、そしてドラムスのシンヤさんで、お届けしていきますのでよろしくお願いいたします。それではゲームの続きをしようかなと思いまして、先ほど私ギャラガと言いましたけれども、もうギャラが相当上手くなってしまいまして、ずっとやることになってしまうので、ちょっとゲーム変えようということで、なんかもうセッティングされてますね、これスカイキット。ちょっと私聞いたこともないゲームですけども、二人はスカイキットは分かんないですね。やってみましょうスカイキット。しかも今回はもう勝負じゃございません、これ二人同時に。いや勝負なんでしょ。でも勝負にしましょう。得点は出るのかな。あ、得点は出る。じゃあ得点は勝負ありますので、商品はちょっとなんだかまだ聞いてないですけども、じゃあ行きましょう。スカイキットをで2人とも、2人ともやられたらもうすぐさま質問コーナーになりますので、はい、これが1です、ね、バロンとマックスですね。 1P がバロン、 2P が、あ、これ難しいっていう、やります、来てますよ、はい、はい、うん、あ、更新ボタン押してくださいね、今画面映ってない方は。赤が新エスですね。赤ですか。おお。ちょっと違うさ。あ、ギャラがあんなうまかった。横スクロールになった途端どうしたんですか。あれ、もう終わりなの。カバンも出てこないの。やだやだやだ。出てこないのこれ。嘘よ。一人旅じゃん。ほぼ一人でやってるじゃないですか。あ、うまいうまいうまい。でこれ回るのなんか意味あるんですか。あ、で避けるんじゃないですか。あ、おお。はい、質問コーナー行きまーす。ちょっと、止め、あ、はい、じゃあ、質問。どちらでも、じゃあ、カオルさん、引いてください。質問。ね、皆さん、たくさん送ってくれてますので、はい、お願いします。ニコニコネーム、ドキラ。はい。サワナオで食事をするとき、メンバー全員がテンションが上がる料理って何ですか？あー、聞きたい。これ、知りたい。いろんなとこ行かれても、ね、世界中もありますけども、ツアーなどで食事をするときにこれがあったらテンションが上がる料理何ですか、ありますか。日本ではね、みんなで食事することがほぼないんですけど、あ、はい、まあ、海外やとたまに、まあ、行くんですけど、大体肉ですね。肉、肉料理もでもいろいろ海外あるじゃないですか。おすすめの、ステーキとか。海外のステーキと日本のステーキはやっぱ違いますか。まあ、まあまあ、そんな、そんなに変わらないです、まあ、なるほど。が多いですね。でもみんなでもし行くっていうのは、いい肉がいい。あ、もう皆さんお肉が好きなんですね。肉が好きな人多いですね。ステーキがテンション上がるという。新谷さんもそうですか。まあ、全員でって言うと肉じゃないですかね。個人的には何か。個人的にはまあカニとか。カニですね。カニ美味しいですもんね。海鮮系が。あ、海鮮系なんですね。じゃ、もっと主張したらいいんじゃないですか。大君が海鮮系とか食べれないんで。あ、全員っていうのがなかなか難しいです。なるほど。まだ海外行った時ぐらいということですかね。はい、もういスカイキットはもうやらなくていいですか。もう一回 やっていいよ。やっていいよってスカイキットじゃあもう一回先ほどのリベンジをお願いします。あ、そうですね、スカイキットで終わったら質問いけるかな。もう一個正直上がるの。そうそう、最初大事ですからね。最初そこ上がってくんないと。あ、よかったよかったよかった。協力プレイ。ちょっと待って、なんか どうして絡まることあるんですか。あ、ちょっと協力してくださいね。まあ勝負もありますけども、ええ、仲間撃っちゃダメ。あ、切りもみで倒せるんだ。おっとっと、あれ、はい、今シアさんもやれちゃったんですね。やれました。人間これラン、あ、着地着地、お、飲み込みが早すぎですね。さっきあんな開始1秒も経たずにやられてたのに。さあミッション2、あ、復活できるんだ。復活してる。さあどこまでいけるでしょうか。あー、死ぬことだ。あー、後ろから早い。落差ありすぎです、ね、めっちゃスピードで来ましたもんね今ね。はい、質問コーナーに行きます。音下げてください。じゃあシアさん引いてください。はい、
コニコネームテックスさん、はい、ディル・アングレイでパートチェンジとかはすることはないのでしょうか、見てみたいです。はあ、パートチェンジ、なんかそのスタジオ入ってる時にノリで変わっちゃったりとかそういうのあったりするんですか。ないです、ね、ないですね。ないですけど、なんか一回あの前昔、はい、ステージで一音だけ鳴らしたことあります。一音だけ、カオルさんが鳴らしたんですか。チャン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 みたいな、一回だけなんかやったことあるような、ドラム、俺がドラムやって、はい、ギター、多分ギターかなんか、あ、みんなシャッフルして、そうそうそう、一音だけ できないってみ、あ、なるほど、ジャーンって鳴らすとこで終わりみたいな。まあ、今後はそういう予定はないですよね。ね、見たいですと言ってますけども、ね、まあ、ないんじゃないですかね。わかりました、ちなみになんか自分のパート以外でちょっと興味ある楽器とかあったりするんですか。ドラムは興味ある。あ、じゃあこれぜひ何かの機会でお願いします。しゅんさん何かありますか、逆に。あ、これでギターとか、これじゃあ何かの機会にもしかしたらあるかもしれないですね。たまに俺のギターなんか弾いてますステージで。ステージで、はい、あら、じゃああとはカオルさんがドラムを叩ければ、ね、はい、ちょっとした時に何かそういったあるかもしれないんで楽しみにしてください。さあカンペでスカイキッドっていうの来ましたからねこれいるじゃあやりましょうか。スカイキッド、もう今度3面目標にしましょうか。3面いったらもう素敵な何かを、うん、さあもうさっき1人でもね面をクリアすれば協力なんかいろいろコツが分かってなんか違う方向に走ってるからさっきクリアしたのに頑張ってください。幸せ、頑張ってください。せめて1面はクリアしていただいて。おお、あれ生きてた、大丈夫だった。後ろ、後ろ怖い、後ろ怖い、危ない危ない危ないギリ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 、あ、やさやさクリア、着地、よし、うまいうまい。さあステージ2ですね。ここからまたカルソン復活になりますのでステージ3まで行ってほしいな。確実に成長しました。おお、なんかまだ復活できるっぽいですよ。あ、起死回生、乗り切った乗り切った、ああ回生、ああああ危ない危ない。確かにもう何が何だかってコメントありますね。これ撃たれてもいいんすね。復活できるっぽいですね。なんでちょいちょい撃つすか。ちょっと危ない危ない。あ、2回当たっちゃったか。2回そんなシーンさん聞いたことないですよ。長いな2面は。ああもうちょっとだったのに。素晴らしい。さあ3面、序盤毎回それある。なんか謎のアイテムが、おお何が何だか、あ、2回当たって、あ、すごい。あ、危ない危ない危ない。下の方で当たっちゃうと距離がないから復活できないですね。そうそうそう、上の方がいいですね。上の取り合い、上の取り合いになっちゃった。ああああ何回復活してる、すごい。確かに慣れて、ちょちょちょ、打たないであげてもらっていいですか。やめて差し上げてください、それチュー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 後ろからチューチュー、あ、逆にやり返し、やり返しもありますね。そのチューチューじゃれ合ってるの何なんですか、それちょいちょい何さあ3
面クリアできるか。おお、やばい、すごい、めっちゃ怖かった。ステージ4まで行きましたよ。やばいやばいやばい、どうしようどうしよう、もう予定時間も過ぎちゃってるけど。さあステージ4。あ、もうコメントすごい。おお、もう俺いない。悲しすぎます。今コントローラー持ってよしやるぞってなってた時に俺いない。悲しい悲しい。さあまた一人旅ですけれども、あ、2回当たっちゃった。敵が来ないっす。あでもすごい、4面ステージ4まで行きました。ありがとうございました。さあスカイキッドもまさかの盛り上がりましたけれども、お時間が来てしまいましたので、最後にですね、お一人ずつファンの方にメッセージをいただいてお別れということになりますので、じゃあ新谷さんの方からお願いいたします。ありがとうございました。歌ふみもうすぐ出るんで聞いてください。ありがとうございます。カオルさんお願いします。はい、来週27日歌ふみ出ますんで、聞いていただきたいのと、9月からツアーも始まりますんで、近くの人もそうじゃない人もぜひ、見に来てください。はい、ありがとうございます。明日からもですね、ニコ生ではディラン・グレイスペシャルウィークありますので、そちらも楽しんでください。カオルさん、シンヤさん、ありがとうございました。